こんにちは、アンナスです。今日はなでしこの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はアンナスの和の刺繍のなでしこのこれですね、この刺繍をしようと思います。では実際に刺していきます。はい、図案を写すところは別の動画でやっているのでそちらをご覧ください。では最初に、この芯の部分を刺していきます。で、芯の部分を刺すときにちっちゃい並縫いを入れて玉留めの代わりをまず作るんですけど、ちょっとこの芯の中に並縫いを入れるのは結構大変なので、どこか広いところに並縫いを2つ入れて1つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので、出てるところはハサミで切ります。で、小さな丸を2つ作るんですけど、周りに刺繍が入ってくるので、多分ちょっと圧迫されるというか、ふんわり刺繍糸ってふんわりするので、ちょっとちっちゃくなると思うんですね、仕上がりが。だから少し大きめ、線の外側を刺すような感じで少し大きめに作っておいてちょうどいいと思います。またこの辺にこの花びらが刺さってくるとちょっとやっぱ隠れるんですね。なのでこんな感じで気持ち大きめでもでちょうどいいぐらいだと思います。これでここビュンと糸飛ぶんですけど、ここに刺繍がまた刺さってくるのでもうそのまま行きます。これぐらいで、でちょっとやりづらいんですけど、裏の糸に2回ぐちゃぐちゃっとすくうと絡まって止まっているのでギリギリでカットします。で、次が花びらなんですけど、花びらを刺繍するときはもう2回目以降は裏に絡めて最後と一緒です。これで刺し始めます。で、この白で上からサテンステッチで埋めるときってこの最初に違う色が入ってたりすると、もしかしたらちょっとこの黄色が透けるかもしれないんで抜いてもいいです。もう裏でさっき何回も絡めてるので戻ってくることはほとんどないんで、ちょっと出てるところは切っておいた方がいいですね。はい。で、なでしこの花びらはまずこの三角形を刺します。で、ここにストレートステッチの指示みたいなのがあるんですけど、本にそう書いたんですけど、それは後から入れるので、このまず放射状に三角形を刺します。で、こういう時はだいたい外側2本ガイド線を入れて、で、間を埋めます。これぐらい3本ぐらい入れておいて、あとは隣隣に刺していきます。で、刺す時に全部中心のここに刺してしまうと内側がモコモコになって最後刺しづらくなるんで、たまに針1個分ぐらいちょっとこう手前に刺すものを作ったりしながら、こればっかりやってるとこの内側がちょっとこう穴が開いてくるんで、普通に刺すっていうのも入れつつ、埋めていきます。で、あと今紺色なんですけど布が、で、そこに白で刺しているので、たくさん刺さないと、普段白い布にいろんな色で刺している時の感覚で刺していると結構スカスカになりやすいので、ここは頑張って倍ぐらいになるようにモリモリに刺していくと白色が綺麗に出てきます。こんな感じで花びらを全部
上5枚と下5枚全部刺していきます。はい、では花びらが全部できたので、ストレートステッチを入れていきます。まずこの一番端っこに沿って、一番端ちょっと糸割ってもいいと思いますに1本入れる。で反対側もちょっとここひっつき気味なんかちょっと避けながら、まあ、そういう微調整もしつつ、あ、ちょっと斜めになったな。なんかうまくいかないときはもうすぐにその場ですぐ抜いてやり直すっていうのも結構大事ですね。こんな感じで、で、間が 1,2,3,4,4 本、多分もう下書きの段階で線入れてると思うので、下書きの線に沿って刺していきます。でこの時に同じ穴に刺さないで、ロング&ショートをする時みたいに、花びらさっき刺したサテンステッチの上にザクッと刺していきます。なので花びらの刺す量が少ない方は、多分ここで刺した時に隙間ができると思うんですね。で、まあ、隙間私もできてますけど、隙間ができた場合はちょっと上からまたさらに足したりとかしながら、この先のギザギザを作っていきます。はい、では花ができたので、今度は額の部分を刺繍します。もう結構長いんですけど、ザクッと入れてください。で、ひし形みたいな感じなので、ちょっとずつ短くしていきます。で上半分も横横に刺していきます。これぐらいでいいかな、あんまりやりすぎても。でここの付け根の葉っぱももうついでにやってしまいます。ちょっと1本だと細すぎるんですけど、あんまりたくさん刺すと太くなるんで、2、3本ぐらいで大丈夫です。こんな感じで、で下の花の額の部分も同じように刺していきます。ちょっとこの裏を通してで下に移動してから、こんな感じです。はい、では次は茎を刺繍します。アウトラインステッチの3本取りです。まず1目作ります。で少し先に出して、最初のステッチの真ん中あたりを糸を割らないで、糸の下にちょっとグッと押して糸の下に刺します。でまた次のでグッと押す。でやっていくとだんだんこうカーブができてくるんで、なんかカーブのある方に、刺していきます。あと一目が長すぎるとカクカクするので、結構カーブかかってるから、あんまり長くしないで、割とこう短いのをたくさん作っていく感じでやった方が綺麗です。でアウトラインステッチの最後は、ちょっと糸が浮くので、ギュッと押すだけ小さいステッチを入れて押さえておきます。で裏に絡める時も、サテンステッチの時だと2回ぐらい絡めるんですけど、もうちょっと多めにたくさんぐるぐる巻きつけておくと安心です。
これであと残り葉っぱですね。2回絡めて、葉っぱもさっきの額のところの葉っぱと同じなんですけど、ちょっとサイズが大きいんで、まあ普通にこうやって刺してもいいし、少し分けて刺してもいいです。まあこの形になれば大丈夫です。ちょっと斜めにずらす感じですね。こんな感じでやっていきます。はい、ではできたので裏に絡めてギリギリでカットします。で、もう図案ほとんどわかんないんで、今日はもうこのままで終わりです。必要な方は図案消してくださいね。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。